そうや、僕みんなにね紹介せなあかん子が一人おんねん。昨日10連をやったらね、うん、昨日10連で担当したら、皆さんね、ここまで、この辺りまでご存知でしょう。皆さんこの辺りご存知ですよね。はい、で、この辺は極み連中ですよ。経験値がいくらあってもレベルが上がらない極めの連中です。はい、で、その先に、はい、三日月来たの、昨日。昨日三日月来たんすよ。太刀なんだよね。これは、重機兵をちょっとつけて、つまんな、だレベル低いからやられちゃうかな。あ、盾兵、なかなかに見えるな。あ、馬がもうあんまいない。なかなかに見えるな。はい、三日月をちょっと鍛えていきましょうかね。はい、隊長か。はい、わかった。あ、こんなキャラなのね。はい、あ、じゃあちょっとしばしご勘断のほど、しばしご勘断のほど、これで、はい、すいません、お待たせしました。はい、舞台2をちょっと組んでみましたね。はい、ちょっと備前君と南海太郎先生がね、まだレベルが低いんで、はい、45ぐらいなんでね、ちょっとね押し上げていこうかなと思っております。はい、とそれとちょっと試しがね、屋内だと、大太刀とか岩同士がね、広範囲の攻撃できなくなるのはわかるんですけど、市外はどうやったかなというのがとかね、その辺が私分かってないんで、ちょっと試しに岩同士を連れていこうかなと思います。市外戦で使えるならね、全然、まあなんか弱体化はするらしいんですけどね、するって言ってるよね、うん、言ってるよねとか言って実感がないんだけど、なんでちょっとこのメンバーで行こうと思います。はい、でこうやってね舞台2つとかをこう交互にやってたら疲れが溜まるのもね、そんなに急に疲れないし。よし、物見を放て。みやびな人だな。やるか。構えました。俺に近寄れるか。そうだよ。なるほど。三日月くんは宮城の人なんだな。どうだ、アンジ。これで満足か。ちょっとボリュームこれぐらいでいいかなと思ったけど、岩同士使ったらやっぱうるせえな。ちょっと下げます。さすがにレベルが低いと闘争が剥がれるね。三日月の闘争に注意。よし、物見を放て。やるか。大丈夫、岩同士がいればなんとかなる。どうだ、主。あれだな、これで満足。屋内でなければ全体攻撃なんだな、やっぱり。うん、うん、今分かった。これ花火の弾をさ、こう回収してるってことはさ、毎年ね、花火職人さんたちはさ、その一応イベントに携わる人たちはね、講習会を受けなきゃいけないのよ。まあその花火を打ち上げる人はもちろん、その花火に実際触らなくてもそのイベントですね、設営とかさ関わる人たちは講習会をね受けるのよ。僕はそのイベント系の方へちょっとね、お仕事柄かじったりもするんで、そういう話を僕は言ったことないんですけどね。うん、でも花火のイベントに携わるってことになったら講習会を受けなきゃいけないってね、ほら舞台監督さんとかが、うん、知り合いの言うてて、毎年受けてるんだけど、この2年はね、あれのせいで
コロナのせいでそちらのお仕事どうなってんだろうな、食いっぱぐれてるかもな、なくなって大丈夫かな、心配やわ。それはそれで、よし、物見を放っていうことはだよ、今さこう花火を回収してるじゃない、俺たち、うちの部隊の子たち。これさ、もう気軽に言ってるけどさ、多分さ、その花火職人さんを呼んで講習会とかをね、この作戦の前に受けてないとさ、もしくはこの子たちの後ろに花火職人さんたちが何人も、これで満足か、金のかかる作戦だな。だって法律的に扱っちゃいけないからね、講習受けてないと。ってことは受けてるんだろうな。捕まえました。この子たちどんな顔して講習会にね講習を。どうだアルジ、これで満足か。岩通しとか座学とかやりそうにねえけどな。頑張れ、よし、物見を放って頑張れ。いや、前もそうやった、前もそうやったやないか、貝殻集めもそうやったやないかな。貝殻桁違ったな、貝殻30万個集めてたんだよな。捕まえました。俺に近寄れるか。花火は3万だから。でもさ、一周でラキギツネは頑張ったぞ。一周で何百かも取ってたよね。だから入手玉300700ぐらいか、一周で700ぐらい取ってるってことは3万、よし、10周で7000でしょ。やるか。50周ぐらいしたらいけんのか。そうだね、俺に近寄れるか。50周チャラいな。よかんなよ。そこかね。50周チャラいな。チャラいかな、50周。いや、もう桁がさ、主、ラキギツネは、極めが帰ってきた時にさ、流しの160周とか言ってたからさ、もうなんか感覚狂っちゃってるよね。50周ならいけんじゃない、10日あればいけるんじゃないかな。なんなら50周休みの日にぶち込めば、もう何もしないでこれだけやってたら1日で。なかなかそうはいかねえんだって、社会人はさ、丸1日これができるとかって。いや、今もじゃあ学生さんはできるのかっていうと、今の学生さんは厳しいだろうね。今は大変そうね。昭和の我々はいい時に学生だったよね。もうこれで満足か。出るのは簡単だったもんな。どうですか、昭和生まれの皆さん、あの頃は。今出るの大変みたいですよ、話聞いてると。昔も出るのは大変だったかな。簡単ではなかったな。やるか。その実習の方に関してはやっぱり出すもん出さないともちろんあれだったけど、ね、一般教養とかは緩かった気がするな、うん、言ってなくてもテストを受ければとか、言ってなくてもレポート書けばとか。これで満足か。今はそうじゃないみたいですよ、なかなか。僕はニッカリアオエ。うんうん、君も変アオエ。
Oh yeah! Oh yeah! すいません。750だ。三日月のレベルが22。三日月刀っていう刀がね、エルデンリングにあったんじゃないかな。やるか。僕エルデンリングはね、アンバサでわからんな、捕まえました。それ、避けなければ死んでしまうぞ。祈祷戦士でやってるんで、どうだ主、いくつかこう魔法の系統があるんですけど、いわゆる僧侶系の呪文を使える魔法系統の戦士でやってるんで、三日月はね、魔法使い系なんですよ、エルデンリングでは。うん、なんで使ったことないんですけどね。エルデンリングもう3ヶ月やってないんですよね。どこまでやったか忘れちゃった。もうほぼね積んでたんですよ。どこ行っても敵が強くて、ちょっとどこへも行けないなみたいなところで、このトーラブっていうゲームをね始めてしまったんでね。あ、そうか、戦闘の評価が A、S でもらえる量が違うのかな。捕まえました。どりゃ、どうなんだろう。どうだ主、これで満足。24、あと1個で、ね、ランクアップ。でもこんなもんだよね、40いくつだよね、一戦でもらえるの。歩き方かな、338。さて、給料分は仕事をするか。よし、物見を放った。給料、君たち何もらってんの。やるか。刀で権限された、刀から権限された刀剣男子はお給料何もらってんだろう。どうだ主、これで満足か。惜しい、あと100。あと100じゃないか。僕は河川金沢。638、ちょっと落ちたな。透析兵特上やった。透析で特上手に入れた。草だな、待ってたぜ。もう一周してランクアップさせよう。あ、なんか火宇宙士1個もらってんな。やるか。なんか時折いっぱい落とす敵が出てくるんだよね。で、火宇宙士を持ってるとそれが出てきやすいっていうことのようなんですが、下町襲撃部隊。どうだ主、これで満足か。はい、ランクアップした。少しは王子に戻ったか。強いのかな彼。まあこんな感じで、そうですね、週に2回ぐらい、トーラブの配信をしてますんで、もしよろしければまた遊びに来てください。はい、ニコニコ動画のフォロー、YouTube のお気に入りのチャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。